はい、最後10分ね。お願いします。あと10分で約束しましょう、はい、あなたを必ず楽にしてあげます、はいね、そのためにはあなたにどうしてもやってもらわないといけないことがあります、はい、時間を気にしてください、はい、時間をよく見る癖をつけてください、はい、これが一つ、ね、二つ目、うん、あなたが決めたことを今からやめる作業に入ります、うん、というよりは減らす作業に入ります、はい、あなたが自分のキャパを超えて決めてしまってます、はいうんうん、作業をね、はい、言ってること分かりますよね、はい、はい。それが以前のあなたがやめた理由と違うということも説明します、はい、今回は、はい、あなたがこの前自分の意思で、僕の提案で自分の意思で毎日配信を減らしてろくなこと起きなかったのは、はい、あなたの我を通したからなんですよ、うん、今回は僕の提案をあなたが聞きますか聞きませんかっていうことですから、はい、いいですね、はい、僕は今回あなたは西国三十三章がすごくあなたの人生にとってチャンスだと思ってます、はい、ということは西国三十三章のリサーチであるとか、うん、その YouTube 配信であるとか、それとか実際西国三十三章、うん、大丈夫みたいですよ、うんで今本体の電池残量が少なくなっていますって表示が出て、そんなに慌てなくても大丈夫ですよ、切れませんよ、うん、あれを持ってきてるのかな、充電、うん、ゆっくり、うん、ゆっくり出してください、うん、なかったら多分できますよ、うん、でもせっかく用意してきたんだから、ないですね、ないのね。うん、したら、まだいけてますね。うん、まだいけてますんで、はい、これ切れたら切れたで、はい、ボイスレコーダーという強い味方がありますから。はい。わかりますよね。はい、うん。いいですか？はい。西国三十三所のリサーチをしたり、台本考えたり、実際西国三十三所に行くということもしなきゃいけないんですよ。はい。わかりますよね、はい、それが僕は最優先だ、読書ももう極端なこと言うと、もうしなくていいですっていうことをあなたに言いましたよね、はい、読書も先生がしなくていいって言ってるのに、うん、あなた毎日配信する必要があると思います、うん、以前はあなた毎日配信できるのに減らしたんですよ、うん、することもないのに、うん、ただ忙しいからって言って、その忙しい理由は、うん、あなたが時間を気にしてなくて自分の時間を管理してなかったからなんですよね、うん、でも今回はさすがに、はい、時間を気にするようになれば、うん、ね、年齢も気にするようになれば、うん、毎日配信をしてたら僕は追いつかないんじゃないかなって思います、はい、言ってることわかりますよね、はい、うん、うん、僕は、うん、今後配信する内容っていうのは公開カウンセリング以外だったら、うん、ほぼほぼ西国三十三章に関わることだけでいいと思います、うん、他のことしなくていいですよね。だってなんか似たようなことになってるじゃないですか、この公開カウンセリングの内容と一人喋りの内容が、うん、ね、だからそれって何か他にすることができた時って不必要で省いていいことですよね、うん、で僕は西国三十三所の YouTube を、うん、それも3分から5分ぐらい、うん、僕は1週間に1本でいいんじゃないかなと思います、うん、1週間に1本、はい、なぜならば、はい、僕がした方がいいですよって言ってることをするとなると、うん、毎日配信してる時間は到底ないからです、うん、言ってること分かりますよね、はい、そして公開カウンセリングのサムネイルとかは、うん、もう少し簡単でいいです、うん、あなたの1週間に1本のサムネイルを目立たせてください、うん、
この公開カウンセリングはあなたの YouTube チャンネルのおまけなんですよ。あのメインになってますよ、はい、言ってることわかる、はい、これっておまけなの。あのグリコのおまけと一緒、うん、はい、グリコのおまけは魅力がありますよね、うん、そういう魅力のあるおまけに一生懸命しようと思って僕は頑張ってるけど、はい、なってるかなってないかは別として、はい、あなたのチャンネルのメインはね、当分1週間に1本3分から5分の配信をする西国33所の YouTube だけということにして、うん、莫大な時間がそこでできますから、うん、そこで全力で西国33所のリサーチをして、うんうん、そして1週間に1本の台本を、うん、ね、全力で作って、うん、全力で1週間に1本の配信のサムネを作って動画を作って、うん、1本に集中するっていうことをやってください、うん、これで、うん、あ、くれぐれも言ってください。あなたはおまけのこの公開カウンセリングのサムネイルに、はい、今までは、はい、時間をかけてよかったんですけど、はい、今からはサムネイルに、この公開カウンセリングのサムネイルに必要以上に時間かけないでください。ね、今ちょうど切れましたね、ボイスレコーダー、うん、多分あなたはこれ録音電源が切れたことっていうのは、はい、多分初めてに近いんですよ、はい、あなたは電池の残量も気にしてなかったんですよ。言ってること分かりますね、はい、この前もあるお仲間が来た時に、あのパン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 こう途中で途切れたんですね。でその人以前もそういうことあって、あの準備してますかって、ちょっとしてませんでしたって、いや、あの多分あの方も時間とか自分の時間、自分の命、自分の年齢ね、そういうのを気にしてない。だからお金のことも気にしてないし、これあなたも一緒ですよね。電池の残量、もう全て数字に絡んでることっていうのは全く気にしてない、ね、これは多分物心ついた時からだから、あなたが画を通してきてよかったんです。それは思いっきり画を通してきたんですよ。もうそろそろ良くないですかね。いや、自分の思う通り生きてきたじゃないですか。ね、人の言いなりにならなかったじゃないですか。人から脅迫はされたけど、親から脅迫をされ、夫から脅迫をされ、ね、娘からは脅迫されたけど、あなたは、ね、めでたく誰の言いなりにもならなかったじゃないですか。夫から要求されたことで一番怖いことだけはやったけど、自分に都合がいいからね、これは当たり前なんです、人間として。ね、それは画を通してきたっていうことなんですよ。羽室頼明さんの本にもやっぱり画っていうのは、あれ画っていうのは自分の意思を捨てろっていうんじゃないですよ。斉藤ひとりさんの言ってることと羽室さんの言ってることは僕は同じだと思います。もうとにかく一回画を通してくださいと、いつもね。ほんですぐ分かるでしょうって、苦しいって、それやめないと。わかりますよね。いや、夫の言う通りしてきて、ね、娘の言う通りしてきて、母親の言う通りしてきて、いや、あなた苦しかったんじゃないんですか、なぜやめなかったんですか、あなたの考え方ですよって。いや、言う通りしなきゃ。違いますよ。あなたが全部言う通り聞いてたらその理屈合うんだけど、あなただけじゃなくて僕のとこ来る人ってほとんどの人が、ね、自分が決めたことだけやって自分の首絞めてるんですよって。でやっていいんです、誤解しないでくださいね。顔を通していいんです。
苦しいのがダメなんです。言ってることわかる？はい。苦しいのがダメなの。はい。言ってることわかりますね？はい。結論わかりました？はい。公開化カウンセリングのサムネイル、ものすごく簡単にしてください。はい。時間をとにかく決めて、必要以上にかけないでください。わかりますよね。そしたら公開カウンセリングの作業ってもうほとんど時間かからないはずです。わかりますよね。ああだこうだ選ばないでください。わかりますね。うん、もうなんかフリー画像があったら左から順番でもいいです。文字もこの字がいいかな、あの字がいいかなっていい字はいらないです。もうそんなもう普通に一番目立ち、もう2年の経験があるから一番目立ちそうな文字系列でポーンって書いてそれで終わりでいいですもん。わかりますよね、はい、本当に時間かからないです。公開カウンセリングに関しては、はい、ね、あなたが時間かけるって決めたから時間かかってるんです、はい、で一人喋りに関しても実際本当に西国にあなた人生かけるんだったらわかりますよね、はい、あのこんななんか切羽詰まったなんかあの天から西国観音巡りの罰が来ましたみたいな YouTube 上げてる状態の西国なんかしてたっていうこと一個も起きないですよ。あなたの YouTube 聞いてたら前編後編で僕はどう感じたかって言ったら、もうすごい一生懸命やってんなって、その後すごい罰が降りたってなんか視聴者に言うてるんやなって思いました。西国三十三所が楽しいっていう感じは全くなかったし、多分思ってないですよ。もう私にとって苦行以外何者でもありません。違いますよね。あなたが苦行にしたんですよね。さっきも言いましたよね。ある人がね、あなたの YouTube、 西国の僕とあなたの YouTube 聞いてね、自分の意思でひとりさんの千社札を見つけて喜んで僕のところに遠いのに店に来てくれましたよって、喜んでましたよって、嬉しそうでしたよって、あなたの YouTube 聞いて楽しさを見つけたんですよ。あなた一体どうしたんですかってことです。あなた何か間違ったんじゃないですかっていうことです。あなた自分で西国を自分に天から降りてきた罰だと思ったんじゃないですか。自分で聞いてみてください。あの西国のあなただったら、あなたのお仲間があの YouTube を流した時にあなたは西国に行きますか。言ってること分かりますよね。悲壮感しか出てきてないけど、わかりますよね。1週間に1回でいいですよ。ただ1週間に1回あなた全集中ですよ。全集中って言葉知ってる？鬼滅の刃って知ってるね？知らないです。知らんね。今からは時間を気にして、時間を気にしたら時間に余裕ができるから、やめることができるから、空いた時間はもう少し社会も見ましょうね。全集中っていうのは鬼滅の刃のセリフなんです。大ヒットしたんですけどね。鬼滅の刃っていう言葉は知ってる？それは知ってるけど、うん、内容は知らないです漫画の ね、はい、興味を持ちましょう。あなたのクライアントさんが鬼滅の刃を遊びとして選ぶかもしれないんだから。カウンセラーっていうのは自分がいいと思ったことだけに興味を持ってね、できる仕事ではないんですよ。嫌なことでもやらなきゃいけないし、嫌なことでも興味示さなきゃいけないし、それを通り越して鬼滅の刃が好きになった方がいい職業なんです。あれは嫌、これは嫌って言ってて、あなた人生今までうまくいったんですかっていうことです。
てること分かりますよね。はい、時間です。すいません。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこれで終わりましょう。暗いですよ。はい、暗い。はい、分かる。これフォローしときますね。うん、うん、もうオーバーしてるの分かってる。僕がもうあなたが意思表示してから僕の責任なんですよ。うん、そしてこれもテストなんですよ。いつも言ってますよね。うん、ね、ボイスレコーダーに変わってるんでね、はい、音声が、はい、1部2部3部はそのまま流して、4部に関しては一言テロップ入れておいてください、はい、あなたがわざわざ今までみたいに、はい、ごめんなさいの YouTube 上げる必要がありません。わ、はい、かりますよね。わ、はい、うん、かりました。今決めてくださいね。あの、家帰ってから決めるからダメなんですよ。僕の提案ね、はい、断ってもいいですよ。公開カウンセリングの作業は極力短くしてください。これは OK ですか？はい、うん、二つ目、毎日配信はやめて、自分の個人配信は1週間に1回3分から5分の YouTube を1本だけ流すっていうこと、これ OK ですか？はい、じゃあ時間が莫大にできますから、その時間は休むんじゃなくってね、西国33章を楽しんでください。楽しむんですよ。楽しむんです。苦しくなったらあなた間違いですよ。なんか間違ってるんですよ。何回やっても西国が苦しいんだったら僕にカウンセリング受けてくださいね。寝る時間と起きる時間は決めてください。最後になんか、あの、決してバカにしてるわけじゃないんだけど、あなたはそれやらないと体壊しますよ。寝る時間と起きる時間は決めてください。目覚ましの時間もちゃんと把握してください。日によって違うのは当たり前、ね、目覚ましの時間かけたら目覚ましの時間に起きれるようにしてください。そしてそれ逆算して自分が何時間寝ようと思ったら、まあ、少なくとも6時間は寝てください。6時間は寝てください。わかりますね。寝れるはずです。わかりますね。睡眠時間は寝れなくてもいいから、あなたが決めて、睡眠時間をあなたが決めた時間が短すぎたらダメです。6時間は寝た方が僕はいいと思いますけど、あなたはどう思いますか？そうですね。わかりますね、はい、これで時間はできますか？あなたが時間を気にする、はい、ね、そして僕の提案をあなたが決めました、はい、でこの提案、あなたが決めたことを今からやるわけですけど、それが苦しかったら僕のカウンセリング受けます、はい、それで OK ですね、はい、はい、じゃあこれで終わります。はい、ありがとうございました、はい。